チャンスになるかですね。左上 GPPJPY 見事いきなり来たんでね、勝率 69.9%、 投資数75、平均ピップス 31.0 ピップス、事実上1週間前から 92.0% ですね。75回投資してね、というので分析してます。私の信頼というのは他が投資した負けの方が多くなりますからね。まあ私が稼いでね、税金半分払ってね、周りが儲かるということでね、投資してますね。私が投資しないとたくさん稼げないわけですね。難しいで、普通の他の人がやっとしたって損する方が多い、勝つ人もいますけどもね、私だと頑張るとたくさん稼げるということでね、税金半分ぐらい取られますから、そうすると国民ね、国がね助かるわけです。スペシャリストの先生が投資すれば1億や2億の稼ぎじゃないんでね、私はね、もっと上なんで、もっと多いんで、そんぐらいだったらね、周り喜ばないしね、ねというふうなことだからね、負荷が多いわけですよ。皆のためにならないわけです。1億円とか2億円ぐらいの稼ぎじゃ。私の場合は100兆円稼げますからね、その見通しがあるわけです。その分、その、ね、稼いだ分の半分っていうのは税金で取られるわけですよ。そうすると皆様の稼ぎが多くなる。皆様方が投資したらね、負けのが多いから。私が勝手に投資してるということですね。だ面倒はちゃんと記録は取ってて、難しいけども詳しい説明はしてありますからね、記載でね、ここはあんまり接しできませんけど、仕事ばっかりしないといけないんでね、両方のためです。皆様と私のためです。わかります？難しいですけどね、片隅もありました。